ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。東北楽天ゴールデンイーグルスはここ楽天生命パーク宮城にバファローズを迎えての開幕戦となります。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日いよいよ開幕です。現役時代はどんな気持ちで開幕を迎えられていましたか？いや、 やっぱり不安もたくさんあるんですけれども、楽しみもねたくさんありますから、期待と不安と入り混じってますよね。ファンもワクワクする開幕ゲーム、まもなくスタートです。まずはイーグルスのエース則本が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。この開幕戦をどちらが取るか、両チームにとって大きな運命の分かれ道です。さあ、ペナントレース開幕です。今パシフィックリーグ公式戦、記念すべき開幕戦のプレーボールがかかりました。この初戦の出来、今シーズンどのような戦い方を両チームがしていくのかというのも注目です。打ちました。ショート取った、アウト。ここは送球が間に合っています。今日これがプロ入り初打席となる新井、まずはワンアウトを取っています。これが1球目、インサイド変化球決まっています。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。プロ初打席で初ヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。甘い変化球になりましたが、これは入っています。外のボール打っていった、バックホームする、センター前ヒット、イーグルス。さらにピンチが続きます。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあ、どういうリードをしてくるのか。初球打った、これは面白い当たりになった。このフライはどうだ、落ちるか、取りました。犠牲フライにはなりませんでした。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。ライトに持っていった、これは大きいぞ、入れば先制、入った、ホームラン。今シーズン第1号の先制スリーランホームラン、プロ初打席で名刺代わりの一発。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。イーグルス先制を許します。3対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。まあこれは慎重になりすぎましたかね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。今日これがプロ入り初打席となる金村。イーグルス初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ引っ張った、ヒットになった、プロ初打席で初ヒット、ツーアウトランナー一塁。今日これがプロ入り初打席となる阿波口、ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制、一塁はセーフ。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動く、インサイド落ちました、大きな打球になった。さあどうだ、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。プロ初打席で初ヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスは8番キース。イーグルスこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってるかもしれませんね。あ、そうですか。まあここは切り替えていくしかないでしょうね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけ、打った、高く上がった、この当たりはどうか、右中間破っていきました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。
追加点が入りました。オリックスバファローズ右中間へのタイムリーヒット、5対0。イーグルスもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。またしても点を入れられてしまいました。9番バッター吉田、まあイーグルスバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね。打ちました。左中間に強い打球、これはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、6対0になりました。イーグルスなおもピンチです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ワンストライクです。打ちました。ボテボテ、ショートが前に来る。茂木、一塁へ送ります。これがプロ入り初ヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、引っ張った、これはどうか。一二塁間を破る。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バファローズが突き放します。ライト前へのタイムリーヒット、8対0。イーグルス、ここは当然という交代でしょうか。イーグルスピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のイセニッツ。さあマウンドを任されたのはウセニッツ、今シーズン初登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そう、走ってきた、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、いい送球、盗塁失敗。しかしこの回バファローズスリーランホームランが飛び出しました。バッターは2番に入っている浅村、ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制球、セーフ。初球打ち、ここはフライになっています。桑田抑えてワンアウト。バッターボックスは3番ブラッシュ、ワンアウトになっています。いきなり牽制、一塁はセーフ。最初は変化球持ってきました、ストライクです。いいところへ決まります。ノーボールツーストライク、低め外れました。変化球空振り、バッターは4番島内、ツーアウトランナー一塁です。これが初球、最初は変化球できました。内へのボール外れました。外を狙っていきました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。1回終わりました、8対0。バファローズ大量リードしています。2回表に入ります。オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。デイビスバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターは今日 DH に入っている小栗、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さて今日のイーグルスの先発は序盤大量失点で交代した則本、早々に予想外の降板となりました。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。引っ張った、よく取った、アウト、ファインプレー。打順は5番クリ、まあイーグルスバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さ
さあどういう初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。初球ボール引っ張った、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、抑えました。サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。9対0、イーグルス、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスは7番阿波口。さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。打った、右中間に強い打球、伸びていく、どうだどうだ、フェンス直撃、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。さあ初球は何か、痛烈、切れました、ファールボール。またファウル、低め見ました、ボールです。150キロ、引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、セカンドランナー三塁を回った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズ、ライト前のタイムリーヒット、11対0、イーグルス、もうこれ以上点はやれません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きい。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことにシュート、あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打順は1番に帰ります、バッター大石。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。打った、高く上がった、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、12対0、イーグルス、なおも三塁二塁のピンチです。まず変化球決まってワンストライク、真ん中打ちました、切りました、ファールボールです。打ちました、浅村、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています、12対0。バッターは DH ウィーラー、ヒットでランナーを一塁に置いています。高め変化球、空振りです。打ちました、ピッチャーゴロ、取った、セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁で8番バッターはキャッチャー堀内、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです、得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、ライトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。川口抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。2回終了、12対0、打順は3番デイビス。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球はボールになりました、スピードボールを持っています、外れていきます、ボール先行です。打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球は落ちそうだ、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます、バッターランナーは二塁到達、これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。打ちました、右中間に大きな打球、この当たりはどうか、
スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。13対0、イーグルス。なおもピンチです。バッターボックスには5番クリ。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。早くも先発全員安打です。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要でしょうね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。3球目は何で来るか。3球目打ちました。これはどうか。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。14対0、イーグルス。なおもピンチです。6番バッター金村、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。初球は大きな変化球、ボールになります。引っ張った。鈴木、一塁送球、アウト、ワンアウト。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックス粟口、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。セカンドランナー動けず、ワンアウトとなりました。打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。これで3打数3安打の猛打賞。ランナー3塁1塁となりました。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまう。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファールボール。ここもファールです。ツーストライクです。これもファウル。次が5球目決まって見逃しの三振。ツーアウトになりました。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の酒井。さあマウンドに上がったのは酒井、今シーズン初登板です。まず大きく外れてボールになりました。素晴らしいコントロールですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。打った。レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフトオーバーのヒットになりました。二塁送球、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。15対0、イーグルス。もうこれ以上点はやれません。打った。左中間に大きな打球、さあどうだ。真ん中左中間破っていきました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。バファローズが突き放します。左中間へのタイムリーヒット。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打席には2番バッター新井。初球は大きな変化球、ボールになります。打ちました。大きな打球になった。この打球は落ちそうだ。右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打席には3番バッターデイビス、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。初球打ち、ここは打ち上げています。茂木が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。バファローズのリー、打順はトップに帰って茂木。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。初球空振りです。さてバッターの茂木、どういったタイプのバッターでしょうか。変化球空振り、ワンアウトです。2番バッター浅村、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナー一塁です。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った。ボテボテ。
サードが前に来る。二塁を送ります。アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。里崎さん、点差がつきましたがここから巻き返していくにはどういったことが必要でしょうか。まあこうなってしまったことは仕方ないんでね、ここからはゼロで抑えるつもりでしっかりやってもらいたいですよね。はい、気持ちを切り替えて攻撃につないでいきたいところです。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、右中間破っていきました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。引っ張った、大きな打球になった、ライトバックバックバック、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスは6番金村。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。この打球はライト下がっていく、下がっていく、わずかに右に切れました。ファールボール、ワンボールワンストライクです。惜しいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ファウルになります。しっかり捉えた、伸びていく、この打球はフライになっています。5球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。8番バッターキース、今日は盗塁が1つあります。ワンアウトになっています。打ちました。これは浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスは9番吉田、先ほどの打席でタイムリーツーベース。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。2球目は何で来るか、変化球タイミング合いません。これはデッドボールということになります。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さない。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次が4球目、ファウルです。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど。インコースの変化球見ています。フルカウントになります。ファウルになります。引っ張った、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、うまく滑り込んで取った、いいプレーが出ました。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。バッターは4番島内、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はライトへ。5番バッター銀次、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。これが2球目。まあ今のはよく見ましたよね。はい、低めわずかに外れてボール、変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは今日 DH に入っているウィーラー、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナー一塁です。変化球タイミング合いません。
ワンボールツーストライクです。釣り玉には引っかからなかったですね。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。5回の表バファローズの攻撃、2番バッター新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいと打ちました。これは大きい、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、今日3本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには3番デイビス、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを2塁に置いています。打った、センターに大きな打球、これはどうか、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、イーグルスもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには指名打者の小栗、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。打った、高く上がった、さあどうだ、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、イーグルスなおもピンチです。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のソン・チャーホー。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ファウルになります。2球目打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、バッターボックス金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、引っ張った、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは7番阿波口、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトになっています。打ちました、ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。ソン・チャーホーが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。バッターボックスは8番堀内、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを2塁に置いています。引っ張った、打球はライトへ、この打球はフライになっています。ライトが取りました、ワンアウトです。さあバッターは鈴木、あと1本で通算1000本安打達成、この打席で実現となるんでしょうか。さあ西さん、打ちました、取った、一塁送球します、アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。打順はトップに帰って茂木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトランナー三塁です。これは見送ってボール、空振り三振、チャンスに打てず三振です。スリーアウトチェンジ、イーグルスサードランナー残塁に終わっています。バファローズ、それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、ツーアウト一塁三塁で5番クリ、初球から狙っていました。イーグルスこの一発で先手を取られます。さらに続きます、ツーアウト二塁三塁で8番バッターキース、右中間へのタイムリーヒット、イーグルス2点を追加されます。楽天生命パーク宮城からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスキース、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。イーグルス厳しい展開で6回を迎えています。体に近いところ、1・2塁間、
浅村取ってワンアウト。バッターボックス吉田、先ほどの打席はデッドボールでした。ソンチャーホー、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。打順は1番に帰ります、バッター大石。今日は盗塁を1つ成功させています。ヒットでランナーを二塁に置いています。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは2番新井。さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。うん、そうですね。ツーアウトになっています。外、ワンボールツーストライクです。ボールになります。さあ仕留められるか。高めのボール詰まりながらも右中間へ、ここは打ち上げています。これは平凡なライトフライ、最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。バッターボックスは5番銀次、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。フォアボールのランナーが出ています。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは DH ウィーラー、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね、はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですよね。ツーアウトランナー見逃して三振です。スリーアウトチェンジ、しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。イーグルスが得点しました。里崎さん、開幕戦に戦力を万全の状態に整えることは難しいですし、チームとしても多少不安定な状態でもありますよね。まあ難しいですよね、予期せぬ選手が怪我をすることもありますからね。まあでもそんな時こそ監督の腕の見せ所だと思いますね。なるほど、この後の監督采配にも注目しましょう。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。セーフ、ファウルになります。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。危ない球です、ボール先行です。これが3球目、打ちました、セカンド取った、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは6番金村、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナー三塁です。抜けたような感じになりました、大きく外れます、ファウルになります。引っ張った、レフトの前に落ちました、ヒット、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、イーグルスもうこれ以上点はやれません。打席には7番バッター川口、初球は何で来るか、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、2球目打ちました、大きな打球になった、これはどうか、辰巳が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。打順はトップに帰って茂木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。打ちました、大石一塁を送ります、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。バファローズ大量リードしています。これから8回バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります、久保がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドを任されたのは久保、今シーズン初登板です。8番キャッ
いい当たり、これは大きい、伸びていく、ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは9番吉田。今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。ワンアウトランナーありません。緩いボールを持ってきました。打ちました、浅いフライ、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがレフト掴んで2アウト。打順は1番に返ります。バッター大石、今日は盗塁を決めています。2アウトになっています。今日これがプロ入り初打席となる羽田。ここでリードを広げたいですね。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。プロ初打席で初ヒット。2アウトランナー1塁。ここでバファローズダイソーを送ります。今日これがプロ入り初打席となる山本。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。初球空振りです。アウトコース見送ってストライクです。あっという間に2ストライクです。振っていきましたが三振、3アウトチェンジ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開となってはいるんですが、開幕戦最終回となりました。まあもう最後ですからね。ここは引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。高め打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これで5打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さん、はい、ここでバファローズダイソーを送ります。村上ファーストランナーに入ります。まず何を投げてくるか。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。打った、セカンドの左掴んだ、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的に打ち上げた、左に切れます。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。打ち上げました、落ちた、ヒットになる、サードランナーホームイン、バファローズ追加点、イーグルス。これ以上離されるわけにはいきません。打順は7番川口。初球大きく外れています。打ちました、ライトに大きな打球、ライトオーバーのヒットになりました。ホームに送球する、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、イーグルス。もうこれ以上点はやれません。打席には8番バッターキース。今日は盗塁が1つあります。初球から打っていった、ぐんぐん伸びる、頭上を越えた、セカンドランナーホームイン、バファローズ追加点を挙げました。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打席には9番バッター吉田。今日は盗塁を1つ成功させています。バファローズこの回7人目のバッターになります。今日これがプロ入り初打席となる牧師。ここでリードを広げたいですね。
まず牽制、一塁はセーフ。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。レフトに持っていった、大きいぞ、外野へ、まだ伸びている、頭上を破っていく、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点、イーグルス、さらにピンチが続きます。今日これがプロ入り初打席となる水口。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。バッターは DH ウィーラー。今日はまだ当たりがありません。さっきは見送っての三振、打ちました、ボテボテ。セカンドが前に来る、一塁へ、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターボックスには7番辰巳。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。このチャンスの場面、空振り三振です。あえなく三振です。打順は8番堀内。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー二塁です。これではバットが出ません、ストライクです。さあ2球目は何か。ナイスボールですね。はい、変化球、見逃し、チャンスに手が出ず三振です。試合終了。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。里崎さん、ホームでの開幕戦、残念な結果となってしまいましたね。まあそうですね、もちろんいいスタートを切りたかったんですけど、ここは気持ちを切り替えて明日に挑んでもらいたいですね。そうですね、前を向いて明日のゲーム期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城です。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズの2回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。まずはイーグルスの先発岸が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。1回の表、
西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。最初は変化球できました。高めの変化球は決まりません。打った、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあイーグルス、先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の岸、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点を先制しました。1対0、序盤から試合が動いていきます。ここで先制点を奪われてしまいました。甘い球をね、ミスショットするようなバッターじゃないですからね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。3番バッターデイビス、イーグルスこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。いいコースですが外れています。次が2球目、打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。イーグルス、その差を3点に広げられる痛い一発となりました。イーグルス追加点を許します。3対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。立ち上がりを攻められています。バッターボックスには指名打者の小栗、昨日のゲームは5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあこの調子を維持していけるか。イーグルス初回から相手打線に捕まっています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターは注目のルーキー栗、昨日のゲームでホームラン2本を含む4安打を記録しています。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。ワンアウトランナーなし、打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、センターオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには金村入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。高めのボール打ちました、弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト、いい形でアウトが取れましたね。まずはボールから入りました。2球目は何で来るか、打ちました、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、4対0、イーグルスなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。またしても点を入れられてしまいました。バッターボックスは8番水口、イーグルスこの回4点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にラン、初球打ち、
取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。4対0、バファローズ先制です。打席には4番バッター島内。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ナイスボール。はい、低めストレート、空振りでストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。1回終わって4対0、バファローズがリードしています。2回の表、バファローズの攻撃、バッターは牧。さてイーグルスの先発は岸、昨シーズンは3勝を挙げています。最初は変化球できました、ストライクです。打ちました、レフトを追う、センターを追う、頭上ぐんぐん打球伸びて、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順はトップに帰ってキース。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね、低めの変化球は外れました。3球目外れました。打った、高く上がった、ライト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス新井、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやあのタイムリー。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗、ファウルになります。アウトコースのチェンジアップ、打ちました、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席で2ランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね、ここは打った、レフトに大きな打球伸びていく、どうだどうだ、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー2塁、見送ってまずはストライクです。チェンジアップには反応しません、ボールです。打ちました、高く上がった、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対0になりました。イーグルスなおもピンチです。バッターボックスクリ、いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0、イーグルスもうこれ以上点はやれません。打席には6番バッター金村、バファローズこの回7人目のバッターになります。これが2球目、ノーボール2ストライク、打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト下がって入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム3本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。9対0、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ピッチャーの状態ですが若干きつそうに。
7番バッター山本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。2アウトランナー二塁。初球打ち、ライン際打球が伸びる。三塁線落ちてフェア。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット10対0イーグルス。ここは当然という交代でしょうか。イーグルスピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のブセニッツ。さあマウンドに上がったのはブセニッツ。今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。西さん、この場面で出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。打った、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット11対0イーグルス。もうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッターキース、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いや、西さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくるとね。打った、右中間に強い打球。この当たりはどうか。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット12対0イーグルス。もうこれ以上点はやれません。まず大きく外れてボールになりました。さあ2球目は何か。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。打ちました。ブセニッツ一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。3回に入ります。オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはデイビス。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。13対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく。入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。14対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターは5番クリ。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。ええ、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないですか。これも初球打ち、センター下がっていく、下がっていく。フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日も3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。打順は6番金村。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。打ちました。センターに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット15対0。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスは7番山本。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせて。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。セカンドランナースタートを切る。
8番バッター水口。